あ、お疲れ様です。乗れてるの自分。お前も中村連れてこられたんですよ。あんね、にょめさん言ってたじゃないですか、 Google マップで心霊スポットって検索したら。何言ってんの。そしたらほんま出てきたからめっちゃおもろいと思って、そういうマップ作りたいなと思って、なんか松本マップ的なやつで、それ教えてくれたやっぱ二宮さんやから、それ尊重して中村止めろよ。これ中に込めたんですよ。なんで勝手に来んの。顔立てなあかんかな思って、こっちもちょっと仕事終わりで駆けつけた感じで。え、もう帰りたい俺。あとね、ちょっと私ちょっと荷物多いんで中丸連れてきました。3人で行こうかな思って、もうこのすぐ近くあのあるんですよ。どこ行く。天神の滝っていうとこあるんですよ。行くの。行こうかな思って。行くの。行きます。行きましょう。今から。今から。もちろんです。帰りたい。いや到着しましたね。すぐ着いたね。お地蔵さんがすごいおるよね後ろ。あ、ここの前にあるのがこれが夜泣き石で、後ろにこれがそうそう、あこれが声書いてあるけど、でここにエピソードがあって、源氏のお姫様と少年が一緒に暮らしてたってい う, ほ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 う昔に母親を亡くした同士で兄弟みたいに暮らしてて、うん、そこで山賊に襲われて、で山賊に襲われたショックで弟がショック死してしまって、うん、でそのままお姫様は連れ去られて、うん、でそこのトップが女の人やで、そのお姫様と少年は本当の兄弟で、その女の頭の子供やったと。二人とも、うん、自分の弟も亡くなって、その自分の母親も殺してしまったショックで泣き続けてたっていう、この夜泣き石って言われるのがこれです。え、なんで、ちょっと待って、なんでこんなとこ連れてきたの。で、その話とは別に、なんか子供がその滝の上から落ちてしまって亡くなった事故もあるって言われてて、で子供の泣く声みたいなのも聞こえるらしくって、それまあ、いやいや、ちょっと長い。いや、ちょっと、もうこんな怖いところにずっと喋られて、こんなとこ連れてこられて、もう頭入ってこへん、そんな。お地蔵さんがなんでこんないっぱいおるんやろな。めっちゃおるよな。また今でもなんか、でもね、今から上に登っていくんですけども。行くの。やっぱりちょっと帰りたい。二宮さん危ないかなと思って、身の危険があるかなと思って用意したんです、グッズ。まずこれ。まずこれで、まあまあまあ、これは欲しいところよ。いきなり俺は連れてこられてるからね。一つだと、あのもし切れた時に困るんで、予備としてこれを。ああけど、ショーの方がパワーが強いから大丈夫です。やっぱりね、こういう時にはなんか塩がいるっていうのはよく聞くから。はい、これ味塩。一応塩なんで大丈夫。あ、これでいけるやろ。それで上に行きましょう、そのまま。はい、じゃあ行きます。行きます。これ大丈夫です。なんかのことしてる。え、変則的な音だと怖いな。なんか火が、うわ、ちょっと待って、これ芸術や。こんなところに、お疲れ様である。どうやって立ったの。やばいな、高いところに。これは関係ないもんな、夜泣き石。これはまた違うな。へぇ、なんでこんな崩れてんの。笑い声。自分の弟も亡くなって、その自分の母親も殺してしまったショックで泣き続けてたっていう。子供がその滝の上から落ちてしまって亡くなった事故もあるって言われてて、で子供の泣く声みたいなのも聞こえるらしくって。何の音。え、何の音これ。なんかちょっとうなっているな。え、何の音これ。え、何の音これ。そう、ここがたどり着きました。それでもうちょっと近くまで行きたいんだけど、多分そこから回るから。いや、行きたくないわ、これは。カメラさん、行ってみる。行きたくない。え、これ行けんの。近くまで行って、行くの。グッズ持ってるんで、行けると思います。火が折れてるの。これ出えへんわ、何あれ。
ここは何なの？ここは源氏の滝です。さっき言ってたお姫様が上から飛び降りたって言われているところ。あ、ここがあった、その供養してるってこと？そういうことだと思います。あ、マジでちょっと怖っ。何？またなんか聞こえる。これやばいな。もう帰ろ。もう帰ろ。やばいって。なんか変な声みたいな、声かわからんけど声みたいな、音もなんか変やし。音はマジでやばいと思う。何？あの音。ここで怖い怖いほんまに試してみたいことがあって、滝のところにしばらくちょっと立っててみたいんやけど、ちょっと一人行ってきてもらいたいね。あそこの滝の前で5分だけ立っててもらって、いや無理取ってきてもらいたいね。そしたらちょっと俺よろしくお願いします。中村行ってきてくれ。様子を見たいね。確かめたいことがあるね。本当に言ってないですか？ライトは持ってるな。ライトと塩持ってない。あ、じゃあ塩渡そう。塩ちょっとあっちで待っとくから、はい、5分だったら帰ってきて、はい、5分間ちょっと録画をしてみてほしい。そこの近くで、はい、なんか滝の方に来たんですけど、ほんまに真っ暗で、滝の音、水の音っていうのがめちゃくちゃ怖いですね。あとなんかめちゃくちゃ足場が悪いんで。今中村が言ってますけど、一人であそこは大丈夫かな。やばいやろ、見えへんもん前が。全く懐中電灯だと届かんからな。下手に動くとこけてやばいですね。え、ほんまに帰ってる？マジでほんまに帰ってますやん。でもちょっと温めたなってきてるな。さっきもなんかちょっと変、ずっと音がずっと聞こえてたのと、あの音なんか言うやん、なんか怒ってたら山がゴーッと音がする。あ、山の怒りって。そうもうすぐ大丈夫か。ちょっと待って、なんか聞こえる、なんか聞こえる。喋ってるような女の子の声が聞こえた。そう、マジで写真撮ってた。自分も撮ってたんですけど、うん、なんか声が聞こえて急いで帰ってきちゃったんで、入ってるかどうかは。ちょっと待って、待って、なんか聞こえる、なんか聞こえる。いや、もう無理です、無理です。出てきてんじゃん。やば、絶対無理です。無理、絶対無理です。どっから来るか、ちょっと戻ってみよう。ここら辺？あっちの方から聞こえた。なんか声が聞こえた。滝の音に混ざってなんかささやきというか喋りかけつつような。やばいですって。あかんあかん。どうぞ。どうぞ。ちょっと離れる。ちょっと離れる。これやばいな。だからほんま面白いんで来たらあかんや。だってほんまに悲しんで亡くなってるから。ほんまみんなおすすめせえへんな、ここは。特に水辺っていうのは結構来るって言うから。あ、やばいな。何これ。何持ってるって。もう帰ろうか。もう帰ろう。危ないと。ちょっとこっち階段があるから、ちょっとこっちを行ってみましょう。どこ？ここの階段の上行ってください。上まで。いやいや、もう帰る。上まで行ってから帰りましょう。やっぱりここまで行ったら。上行くの？これ。なんで行くの？これ結構階段上まで行ってるんで。なんで上行くの？ここ。え？なんで？上まで行ってください。
33箇所巡りの一つってこと。四国88箇所ってあるやん。でも33箇所回ったと同じ徳を積めるっていうことじゃないですか。もしくは33ってあるみたいな。ああ、そういうこと。だからこっち一人一人こういろんな体勢座ってたり立ってたりとか、こっちもなんでこれがここまで続いてんのか。だから一つ一つこう守ってんのかな。え、ああ、そっち下前したやつか。下からずっとこうお地蔵さんがいっぱいおるけど結構ありますね。なんか70体ぐらいある。これは南ちょっと読まれへんのよな。ここもなんか書いてあったけどみたいな、ああ、なんかなくなったみたいな。だって地場こうガツってなってるもんな。石碑というか。そう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 。いや、ここも書いてあるわ。源氏の滝不動明王昭和48年10月3日こうしてかか、あ、読みにくいな。火災に遭い、はい、全焼した。不明であるって書いてある。老太子7回忌だから偉い人が。ほんでそれがあのお地蔵さんになってるってことだ。ちょっと難しいな。ここはなんかもうすごい車が通れるような道の舗装がしっかりされててすごいね。あ、ここが不動堂。滝を多分そのほんまに下と上から沈めて供養してるっていうか、多分何も起こらんかったらこういうことはしてへんから。言ったらなんかやばいしとこ。ちょっとやめよう、もう一回出よう。ちょっとあ、怖かったですね上。いや怖かったな。もうなんでこの人連れてくるの。やっていこうかなと思って。これからやっぱモップ作るって言ってたじゃないですか。だから回るってこと。そう、いろいろ多分こんなんをあると思うんですよ。怖なかったの。いや怖かったですよ。めちゃめちゃやばいやろ。やばいっすよねちょっとね、あのマップなんですけど Google マップでも星とかついてると思うんですけど、はい、うん、点数が欲しくて10点満点でどれだけ怖かったかを恐怖度と10で表してもらっていいですか。二宮ズポイントみたいな感じだね。そうですそうです。6。6。うん、やばかったよ今。うーって言わんかったよ今。明らかに自然の音じゃなかったで。今ので7。え、何？え、何？何何何？いきなり、いきなりメガネが釣るところが。え、もうやばいって。え、勝手に？いや、普通に。今の、ちょっとほんまにガチでほんまにやばい。あの、音もさっきの、なんかついてきてる感じなんよな、すごい。帰ろう、帰りましょう。あ、帰りましょう。